それでは 2015NHK マイルカップ前編を見ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在1週前の段階ですけれども、出走予定馬といたしまして、まずニュージーランドトロフィーで3着にまでに入りました。1着の山勝エース、2着のグランシルク、3着のアルマバイオリー、それから別路線では現在フラワーカップを勝ちました3戦3勝アルビアーノといったあたりが出走を予定しています。では NHK マイルカップの解説をお願いいたします。はい、まあ、非常にこうまだ若い段階で行われる東京のマイルということで、まあ、力勝負にもなりますし、非常にこう能力通りの結果が出やすいんですけれども、はい、まあ、それで言いながらですね、まだこう方向性といいますか、適性といいますか、各馬、まあ、本当の実力というところがまあ見えていない中での G1 になりますので、非常にこう荒れる G1 の一つになってますよね。そうですね、何しろこの10年間の間に3連単で100万馬券が3回も出てるんですね。そうですよね、まあ、昨年もね、あの見っけある価値はしたんですけども、3連単68万馬券、非常にこう荒れるレースですから、どう考えても穴馬から行くというような形で見ていく必要があると思います。そうですね、特に2007年のピンクカミオが勝った時は3連単973万円ということで、あと一歩で1000万馬券になるところでしたからね。はい、まあ、振り返ってみればですね、なぜ、まあ、あの馬が2番人気3番人気になってしまったのかというようなことが非常にこう多い G1 だと思うんですよね。あ、なるほど、そういうことなんですね。はい、まあ、小馬の G1 であればですね、2番人気3番人気っていうのは、まあ、いろんなこう裏付けがあった上で、まあ、2番人気3番人気、またそれでこう裏切って大敗ということになればですね、まあ、いろんなこう、まあ、後付けではないんですけれども、こう説明が効くというようなパターンが多いんですけれども、まあ、この列に関してはやはり過剰に人気をしてしまっていたのかなと。なぜ去年の NHK マイル、あの馬があんなに人気になったんだろうというようなことで振り返られるということがやはり多いレースだと思うんですよね。なるほど。はい、まあ、あとはその穴を開けたというような馬もですね、まあ、非常にこう実力があったということではなく、その、まあ、勢いですとか、また展開ですとか、まあ、そういったことでね、穴を開けるということも非常にこう多いと思うんですよね。まあ、昨年の、キングズ・オブ・サンですね、3着。この馬は、まあ、G1 で3着にしてから、それから5走連続馬券圏内に入ってもいませんし、はい、まあ、2着に来たのが、タガノブルクですよね。はい、そうですね、17番人気でした。はい、この馬17番人気、まあ、2着にして、その後、まあ、6戦して全て2桁着順ということですから、はい、いかにこの、レース自体が、まあ、ひどいレースといいますか、その G1 としての格はとしてはどうなのかなとは思うんですけれども、まあ、実力がない馬が、馬券圏内に来たり、もしくはその過剰に人気してしまったりとかですね、本来後々活躍する馬が、全く5着以内にも入れずというようなことも多々あるレースですから、はい、まあ、そういう意味では、まあ、振り回すというような形で馬券は買うべきだと思いますね。なるほど、そうするとやはり今回も穴が期待できるレースということなんですね。はい、大胆に狙うべきだと思います。まあ、狙うポイントとしましてはやはり東京のマイルということで、まあ、安田記念もそうなんですけれども、とにかくね、早い上がりを出せるというような馬を買うことがやはりポイントになってきますから、このレースに関しましては上がりの時計がですね、1位の馬、2位の馬、3位の馬、これすべて、まあ、3着以内の復勝率は 50% 超えていますし、回収率も上がり1位の馬が 244%、 2位の馬が 440%、 上がり3位の馬が 254% と極めて高い数字になっていますから、それはすごいですね。まあ、とにかく、はい、早い上がりを出せる馬を狙うということがポイントになると思いますね。ちなみに上がりの時計がですね、はい、6位以下の馬に関しては復勝率がなんと 3.8% しかないんですよ。回収率も 28%、こんなにひどいレースもそうそうないですから。確かにそうですね。はい、普通にまあ中山とかね、阪神の G1 とかであればですね、まあ、重賞レベルもそうなんですけれども、上がり5位、6位、7位ぐらいの馬でも、まあ、前に行ってそんなに速い上がりでなくてもその3着以内に入るっていうことは、まあ、普通にあることなんですけども、はい、まあ、今の数字聞いて分かりますように、とにかくその上がりの時計を出せる馬、また上がりの時計、速い上がりが出せない馬というのは壊滅的な数字になっていますので、そこ非常にポイントになると思いますね。なるほど、やはり東京がゆえに
あの早い切れ味が、あの上がりが必要になってくるというわけですね。そういうことですね。去年のタガノブルクは17番人気でしたけども、まあ、上がり33秒9ということで、まあ、上がり3位でしたし、はい、キングズオブさんも上がり33秒7ということで上がり2位でしたし、あ、なるほど、はい、まあ、そういったこう超大穴を開けてる馬に関してもですね、とにかく早い上がりというようなところで、まあ、構想していますから、まあ、そういうことを考えればやはりその実績、過去の実績としてまあ少ないんですけど、見たときにはやはり中山阪神ではなく東京京都というところでの構想実績っていうのはやはり大きなポイントだと思うんですよね。なるほど、やはりそうしますと坂のあるコースよりもある程度直線がまあ平坦といいますか、あのそこまで負担にならないコースのでの実績ということなわけですね。はい、まあ、実績がなかったとしてもですね、例えばその中山と阪神しかレースをほとんど使ってなくて、いきなり東京出てきてドカーンと穴を開けるとかですね、そういうパターンも結構あるんですよね。まあ、去年のタガノブルクで言えばですね、まあ、17番人気2着だったんですけども、その前のレース京都で1着、その前は、中京阪神で負けてということで、その前に、クロッカスステークス東京で、2着というようなことで、まあ、その東京京都で、まあ、構想してきた中で、中山阪神で、負けて、名古屋ですね、名古屋と阪神で負けてというようなことで、まあ、評価されていなかったというような馬だったと思います。まあ、キングズオブさんは、キングズオブさんもそうですか、クラレントなんか典型だったと思うんですよね。あ、そうですね、クラレントは弥生賞が12着、その前旭川フューチュリティステークスで7着ということで、はいはいはい、坂のある中山ではやはり実績を残せなかった馬ですね。そうですね、でその前にあの京都で勝ってたんですよね。あ、はい、あのデイリー杯2歳ステークスの勝ち馬ですね。はい、そういうパターンが非常にこう多いんですよね。やはりこの、まあ、5月の東京開催ということですから、昨年の10月11月というところの、まあ、東京京都開催、まあ、そこら辺で構想しておきつつ、12月1月、そこら辺の中山阪神で、着順を擁護してですね、また3月の中山阪神でも着順を擁護して、まあ、そういった中で、出てきた、この5月で穴を開けると、過去に平坦の東京京都、新潟とかですね、まあ、そういったところでの構造実績、早い上がりでの実績があったというようなパターンをですね、基本的には狙いたいと思います。なるほど。となると、まあ、早い上がり、それからまあ京都、東京などの構想実績ということなのですが、何かそれ以外にさらにポイントになるところはありますか？はい、今の話にまあリンクしてくることなんですけども、結局その早い上がりを出すっていうのは、当然まあ前にポジションをつけて早い上がりを出せればもっといいんですけれども、当然足を貯めた方が早い上がりを出すことはできますので、そうですね。まあ、そういった意味では、はい、このレースに関しては騎手ということも一つの大きなポイントになっていました。あ、騎手が、構想のポイントに当たるわけですね。はい、まあ、やはり、まあ、このレースは関東で行われますし、関東と関西の騎手で言えば若干関東の騎手の方がいいんですけれども、まあ、関東の例えばそのリーディングを取れるような上位にいるような騎手であってもですね、はい、まあ、パターンとしましてその後位にいて、レースを進めたがる騎手よりは、後ろで足を貯めてというようなことをする騎手の方が当然このレースに関しては、ポイントになるのは、とにかくその速い上がりを出せる馬というようなことになりますので、まあ、騎手もやはりその早い上がりを出すということで、後位にいるよりはですね、どちらかというと後ろで足を貯めるというような騎手との相性が非常にこういいレースということもありますね。なるほど。となると関東の騎手でどちらかというと後ろから行くイメージとなると、やはり横山、横山紀弘騎手だと思うんですけども、そうですね、はい、まあ、これその通りですね。この騎手はですね、過去20年で16回ですね、この NHK マイルカップ乗ってるんですが、はい、この横山のリール騎士、なんと副賞率 50%、副賞回収率 198%、非常に高い数字を残していますよね。やはりそうなんですね。はい、G1 で副賞率 50%、2回に1回3着以内に持ってくるっていう、もしてあの副賞回収率も 198%、まあ、200% ですからほぼ、はい、非常にこう穴馬を持ってきての数字っていうのは、この数字からも明らかですから。まあ、やはり後ろで、貯めてと、早い上がりを出してというようなことで、まあ、騎乗させてですね、それで、好成績を収めているというようなことになっていると思いますね。
あとまあ関東で言えばその後位から進めたがる騎手、逆にこのレースとは相性が良くないっていうのはやはり、一番その関東の中で後位で進めたがるのは北村騎手ですとか、まあ、柴田義富騎手ですとか、はい、いわゆるその岡部グループというような人たちですよね。まあ、岡部騎手が結局後位先行というようなことをしたがる騎手でしたから、はい、まあ、その下で、まあ、弟子入りというような形で勉強していたこの義富騎手と北村騎手に関してはこのレースは非常に成績が悪いですね。北村騎手に関しては馬券圏内1回も来たことありませんから。あ、確かにそうですね。今過去10年のデータで見ましたが、3着以内に北村騎手の名前ないんですね。はい、まあ、柴田義富騎手も16回乗ってね、あの2回人気馬しか来たことがないので初回勝率も 58% ですし、あとはまあ松岡騎手とかもね、あの結構好意で行きたがる騎手なんですけど、松岡騎手もこのレース7回乗って1回も来たことないですね。まあ、当然ね、あの馬にどの馬に乗ってるっていうことも もちろん絡んでくるので一概には言えないんですけれども、基本的にはその好意で進めてってなると早上がりというようなことよりはポジショニング前に取ってるがゆえに、その足っていうのを使ってるがゆえに、最後の直線では早い足っていうのは後ろにいる馬よりはあの使う得る可能性というのは低くなってしまいますから、はい、まあ、そういう意味で今回は騎手にもね、あの注目してほしいかなとは思っていました。はい、では NHK マイルカップですね、ポイントを見ていただきました。では皆さん注目の1週前注目馬、そろそろ教えていただけますでしょうか。はい、今回の1週前注目馬はですね、まあ、今話してきたようなところに合致している馬でもありますし、まあ、あとはですね、まあ、枠がどこに入るかっていうのもあるんですけども、この馬はですね、馬群を割れる、ことも、今までのレースから見せていますし、非常にこう合わせ馬したらですね、非常にこう、なんて言いますかね、強い相手でもひるまないというところを見せてきている馬ですから、まあ、内目の枠に入ったら本命ということも考えている馬です。この馬を一周前注目馬として推奨したいと思いますので、ぜひブログの方で確認してください。はい。ではその注目のですね、一週前注目馬につきましては、現在ご覧いただいている YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。ブログに入っていただきまして、確認していただくことができますので、ぜひご確認ください。はい。あとはですね、そのブログの中にこの重賞有料動画のですね、申し込み、まあ、レジマグさんから申し込むことができますので、まあ、今週から申し込んでいただいても、今週末の NHK マイルカップ、またそれ以降の3週の G1 すべてのレース、まあ、あの4回分の重賞を視聴することができますので、ぜひ今週からもですね、申し込んでもらえればと思っていましたので、ご期待ください。はい。では、この後はですね、出走馬、それから枠順が確定しましてからの後編に続きます。後編の一頭一頭の詳細や本命馬や印につきましては、有料動画になります。有料動画をご希望の方は YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。そのブログの先頭にあります有料重賞動画申し込みから入っていただくと、先ほどご紹介あったレジマグさんを通して申し込みいただくことができます。日曜の14時頃までにお申し込みいただくと、当日のバックナンバーから有料動画と本命馬や印を確認することができます。またこのブログを検索していただく場合は、今から申し上げるタイトルで検索してみてください。週末の馬券で生活する男の馬券塾、以上になります。それでは 2015NHK マイルカップ前編を見ていただきました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。